どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんと、関西国際空港の国際線第1ターミナルにですね、なんとこちらのですね、プライオリティパスありますよね。このプライオリティパスの対象ラウンジに、ANA ラウンジがですね、追加になりましたということで、本日はね、こちらの解説、プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。 ということで、いやね、びっくりですね。いやね、関西国際空港の ANA ラウンジですね。こちらね、まあ、結構ね、混雑しているようなんですけども、ANA ラウンジがですね、プライティパスね、提携ということで、先日ね、こちらの動画でね、 おすすめのね、クレジットカードね、紹介させていただいたわけなんですけども、まさかですね、またね、こんなすぐに変動があるなんてね、まあ、思ってなかったわけなんですけども、今回ですね、こちらの内容とで、ね、えプラスアルファということで話ね、していきたいなと思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきたいと思うんですけども、これプライティパースのね、公、え、式、ー、サイトということで、えー、今ね、30周年記念らしいですね。はい。まぁ、あ、ちょっと関係ない話はあれなんですけども、えー、今回ですね、えー、関西国際空港の国際線ターミナルですね、第1ターミナルということで、ANA ラウンジがですね、こちらね、追加になっているんですよね。いやね、非常にびっくりですね。はい。ということで、詳細見ていきましょう。 こちらですね、ANA ラウンジということで、まあこちらがですね、利用することができます。大阪関西国際空港のターミナル1にね、できるって言った形になります。で、こちらね、営業時間ね、見ていただきたいなと思うんですけれども、こういった形になっておりまして、まあこれね、ANA のね、営業時間みたいなんですよね、この時間が。 え、朝六月曜であれば朝6時半から午後9時半ということで、利用することができるんですけれども、ちょっとですね、こちらの、ここをね、見ていただきたいと思うんですけれども、こちらですね、カード保有者は毎日朝6時半から午後11時まで ご入室いただけませんのでご了承くださいということで、え、こちらのね、営業時間はですね、ANA のね、この ANA ラウンジのね、営業時間であって、これね、プライティパスがね、入れる時間じゃないっていう風になりますんで、これ、引っ掛けですよね。私見たとき、ああ、朝6時半から午後9時半、まあ、午後5時、まあ、これは出発便等々のね、あれがあるのかな、なんていう風に思ってたわけなんですけども、なんとですね、朝6時半から11時まではね、利用することができないということで、かなり混み合う時間帯なんですかね。 理由はわかりませんけども、え11時まではですね、入ることができないっていうふうになりますんで、この点はね、本当に注意ね、しといていただければなぁと思います。で、場所はですね、第1ターミナルのエアサイド北ウィングの2階国際線出発線エリア15ゲート近くにありますということで、まあ15ゲートをね、あの。 目指していただければ、まあ、つけるかなっていうところですかね。ではね、これが、えー、関西国際空港の第一ターミナルの公式サイトなわけなんですけども、えー、国際線ゲートエリアということで、えー、恥ずかしながらですね、私もね、こちら行ったことがございません。 はい。ということで、ここで、ね、帰ってきたことあるんですけども、出発したことはないんですよね。で、えー、北ウィングの15番ゲートエリア付近ということで、ちょうどこの15番って、ちょっとね、見づらくなってるかもしれないですけども、まあ、これがね、15ゲートっていう風になりますんで、まあ、ここら辺にね、え、ラウンジがあるんですかね。ちょっと私はね、あの、使ったことがないので、何とも言えないところはあるんですけども、まあ、ここら辺がね、あの、対象の場所っていう風になりますんで、まあ、一応ね、北ウィングの15番ゲートで ですね。 はい、ここをね、目指していただければ、このね、NA ラウンジはね、いけるっていうふうになりますので、まあ、そんなにね、大きくはないと思いますので、いつもね、利用されている方はですね、まあ、そこかみたいな感じでね、利用できると思うんですけども、一応ね、こういった感じになります。で、サービス内容の方にね、また戻っていきたいと思うんですけども、サービス内容は、バリアフリーアクセス、テレビ、インターネット、で、禁煙ですね、で、軽食を飲み物、冷房、冷暖房、アルコール飲料、新聞雑誌、 フライド情報デジタルカード利用、えー、Wi-Fi とということで、シャワールールムはねねさそうですよ、ね、で利用条件なんですけども、これもね、注意していただきたいと思うんですけども、最長でね、3時間までしか利用することができません。ですので、まあ、すごい早く行ってね、ずっと利用するみたいなね、まあ、そういったことはね、利用することができません。で、カード保有者1名につき、同伴者1名までご利用いただけますということで、また該当する料金が発生しますということで、えー、こちらね、あの、 同伴者1名まで利用できますけども、お金を発生するっていう風になりますんで、まあ特にね、あの、お金がかからず入れるわけではございませんので、この点はね、注意してください。で、こちらの文言ですね、えスペースの制約上入室制限が行われる場合がありますということで、まあ ANA ランジね、成田羽田、対象の時にね、私結構利用させていただきましたけども、やはりね、プライオリティバスがね、利用できると本当にめちゃくちゃ混みますんでね、まあおそらくね、こちらはあの、ある程度ね、混雑されるのではない かと思いますのでまあ、この手はね覚えておいてくださいで2歳未満の奥様入室無料え服装期限は終日スマートカジュアルですということで一応ね服装綺麗もあるんですね はい。こういった感じになってるんですよね。まあ、とりあえずね、これからね、あの、関西国際空港をね、利用されるっていう方はですね、ぜひね、ANA ランジがですね、プライティパスね、え二帯で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、特にね、このプライティパスでね、提携したということは、まあ、特にね、ANA の飛行機でなくてもですね、このね、第一ターミナルからね、出発する飛行機であればですね、搭乗券とプライティパスでね、この ANA ランジね、利用することができるっていうふうになりますんで、 これはね、非常に朗報ですよね。まあ、関西国際空港で、ね、メイン空港の方はね、かなりの朗報ではないでしょうかね。はい、めちゃくちゃいいですね。 それでは次にですね、今ね、成田空港の ANA ラウンジがね、映ってると思うんですけども、関西国際空港の ANA ラウンジがですね、プライティパスね、二人になりましたということで、いや、非常にね、朗報だとね、思っていたわけなんですけども、こちらですね、ツイッターでね、教えていただいたわけなんですけども、今ね、こちら ANA ラウンジ出ておりますよね。特にね、あの、記載はないんですけども、こちらね、言語をですね、英語に変えていただきますよね。そうすると、なんと、 こちらね、ANA ラウンジ、成田空港のターミナル1応の、ね、ANA ラウンジなわけなんですけども、なんとこちらお読みください。ということで、まあ、英語できない方、私もね、先ほど翻訳速度で、あの、訳させていただいたわけなんですけども、こちらですね、なんと、2023年の9月1日で、成田空港第1ターミナルの ANA ラウンジですね、プライティパスと、 提携解消っていうのが、記載されております。ということですので、2023年の9月1日以降ね、この ANA ランジの成田空港第一ターミナル、利用することができなくなるっていうふうになりますので、利用できるのは2023年の8月31日までということで、今回ですね、関西国際空港ね、ANA ランジね、2人になりまして、いや、めちゃくちゃいいなと思ってたんですけども、いや、残念ながらですね、成田空港の、プライティパスのね、ランジは、えー 8月31日をもってね、利用することができなくなるっていうふうになりますんで、いや、こちらね、残念ではありますけども、いや、成田空港のね、ANA ラウンジもね、多分今めちゃくちゃ混んでると思いますので、まあ、これはね、しょうがない部分ではあるのかな、なんていうふうに思うわけなんですけどもえ、こちらね、8月31日ということで、今月いっぱいまでしかね、成田空港の ANA ラウンジ、使うことができなくなるっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいて、 くださいで、またですね、私の方でね、結構話させていただいてたわけなんですけれども、 成田空港第一第二ターミナルの制限エリアにですね、IASS のね、新しいラウンジが7月の、ね、あ中旬ぐらいからオープンしまして、まあ、7月中はね、ソフトオープンで、今現在8月はですね、もうね、普通に営業されてると思うんですけども、えこちらがですね、IASS スーパーラウンジノアということでえ、こちらね、第一ターミナル、第二ターミナルね、両方ともえあるっていう風になりますんで、まあ、今後はね、プライティパスのね、ラウンジで利用されたい方ね、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければな、 と思いいままますすラウンジもねね写真が出ててておりりして、まあ、非常にに素敵っていう風になりますよ、ねまあ、私もね、ちょっとまだ使ったことがないわけなんですけども、第1も第2もね、制限エリアに利用することができて、またね、食べ物、お酒ね、ブッフェケースでね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、かなりいいのではないのかなと思います。で、こちらね、朝7時半から午後9時ということで、成田空港、こちらは第1ターミナルですけども、第2ターミナルもございます。で、こちらはエアサイド、国際線出発エリア3階、 ゲート26隣,隣にありますすとということでこででちらはですね最長2時間までっていうふうになりますんでねはいこちらね注意していただきたいなと思うんですけども IASS のねこちらの新しいラウンジはねお酒もね食べ物もねブッフ形式で利用することができるっていうふうになりますんで是非ねこちらも覚えておいていただければなと思いますそれでは次にですねプライティパスのね対象ラウンジ 日本国内のね、一覧になるわけなんですけども、今回ですね、関西国際空港のね、第一ターミナルが追加になりますということで、はい、こういった感じになります。いやーね、いいですね。今後ね、関西国際空港第一ターミナルで ANA ラウンジね、利用することができるっていうふうになりますんでね。で、こちらですね、残念ながら ANA ラウンジはですね、まあ一応ね、まだ消さないですけども、まあ8月のね、8月31日までしかね、利用することができないっていうふうになりますんで、 え、こちらはね、こういった感じになりますよね。9月1日以降になったら、こちらね、消えてしまうっていう風になりますんで、え、第1ターミナルのプライティパスのラウンジはですね、制限エリアは、カルラウンジと IASS。こちらはね、先ほど見たラウンジの方ですね。あとカウラウンジがあるっていう風になりますんで、まあ、こちらのどちらかっていう風になりますね。いやね、こちらは残念なわけなんですけども、まあ、ANA ラウンジね、かなり混雑してたと思いますので、まあ、これはね、しょうがないかな、なんていう風に思いますかね。 ということで、今回ですね、プライティーパスのね、ラウンジが、えー、関西国際空港に関した ANA ラウンジが追加になり、またね、残念ながら成田空港の ANA ラウンジはですね、8月31日で終了ということで、まあこちらね、まあ本当にいい話と残念な話っていう風になりましたね。ちょっと喜んでいいのか、ちょっと残念があっていいのかね、まあちょっとよくわかんないですけども、 プライティーパスをなんじね、国内ね、非常に増えておりますので、まあ、これからね、海外旅行行かれる方はですね、プライティーパスね、確実に持っておいた方がですね、まあ、有意義にね、空港で過ごせるかな、なんていうふうに思いますので、プライティーパスをね、おすすめのクレジットカードのねえ、動画出させていただきましたので、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。で、結構ね、聞かれるんですけども、一番おすすめなのはどれなんですかってね、結構聞かれるんですけども、まあ、個人的なね、セゾンアメックスプラチナビジネスで、私は結構、まあ 私はね、実際に使ってるんでね、お勧めしやすいっていうのもあるんですけども、まあ、初年度年会費無料でね、プレステージ会員でね、こちら利用することができますので、まあ、年間何回でも利用することができて、またね、初年度年会費無料なんでね、まあ、それがやっぱりいいですよね。まあ、2年目以降ですね、こちらね、解約するか継続するかね、まあ、検討していただいて、まあ、もしね、200万円利用することができる方は、翌年以降ね、2万円使って、200万円使っていただくとね、1万1斉に減額されて、またね、こちらは、ジャルマイルをね、 メインカカーードドににもななりりるぐらいい、ね、い還元率が高いクレジットカードっていう風になりますしまたね、プラチナコンシェルジュをね、結構私は使ってるんですけども、これがね、結構ね、便利で、あの、プラチナカードね、1枚持っておくんだったら、まあ、200万円使っていただいて、年会費1万1000円でね、あの、維持していただくのがね、非常におすすめっていう風になるんですよね。ですので、まあ、一番おすすめなのはこれですかね。まあ、年会費から考えてもですね、まあ、200万円切れる方であればですね、1万1000円で維持することができて、 で、一応これビジネスカードなんですけども、会社員の方も発行することができて、まあセゾンの方もそれ OK っていう風にね、話いただいておりますんで、まあ一番おすすめはね、これかなっていうところですかね。ぜひ参考に、ね、していただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ